コーヒーを飲みながら3話音で語を学びたい。どうも、毎日ジャズピアニスト金子です。今日はですね、3話音で語をやっていきたいんですけど、ちょっと今日ね、コーヒー飲みながらやっていいですか？あのコーヒー好きなんですよ。でよく朝の配信で生配信6時半からやってるんですけど、あの必ずコーヒーを入れながらやるんですよ。演奏したりとか、なんか練習したりジャズレッスンしたりっていうのも結構コーヒー好きでして、今日のコーヒーは、スターバックスのイタリアンローストってやつを、100g ですね。僕がいつも買ってるの 100g ぐらい買うと、なんかいつもね1週間ぐらいで飲み切るんですよ。そうすると1週間に1回違うコーヒー豆が飲めるんで、結構ねそれで好きで買い替えてますね。だいたい 200g とかだったりするんで、 250g とかね、 100g で買えるってこと結構珍しいんですよ。それでよくねスタバ愛用してるんですけど、おすすめのコーヒー豆あったら教えてください、ぜひぜひぜひ。というわけで3ワンで5を今日やっていくんですけど、3ワンで5って何かっていうと、簡単に言うとメロディーとか、元々のメロディーとかだけしかないようなものに3和音を使ってコードをつけていく方法ですね。でこのメロディーにコードをつけていく方法っていうのは、別にコードがついてない曲だけじゃなくて、元々コードがついてたりしたやつとかでも、コードをちょっと増やしたりすることとかもできたりもするので、そういうような、 なんか基礎的な知識になったりするんで、3和音でこうっていうのをやっていきたいと思います。3和音で5をやる場合には、当たり前なんですけど、まず3和音の和音コードを知らなきゃいけないんですね。それでコードをまずこうやって書き出しておきました。でいつもコードを作るときは音階をまず考えて、その曲のメロディーの音階を先に見つけて、その音階の音だけで和音を作ると。そしてそこにはコードがあるので、そのコードを使って、和音をつけていくんですけど、ここでまず、その音階を出してあります。ここには、音階を出してあります。これ音階出してますね。でここに書いてあるカラーで書いてあるやつがコードネーム、コードですね。でこのコードとか音階とか、あとここに D とか S とか T とか書いてあるんですけど、これがコードの役割って話で、どんな響きを持ってますよとかっていうのをこれで割と確認したりします。なんか S だったら音楽を前へ進める役割持ってますよねとか、なんか D だったら音楽を終わりの方向、フィナーレを演出するような役割を持ってますよねとか、そういうような役割をこういうので目安で、響きをある程度目安で見つけて、そういうのを組み合わせて作ったりするんですけど、この辺のコードの話 と、役割の話とか音階の話っていうのは別の動画で説明してますので、もし興味あるから見てください。別に音楽知識なくてでもなんかさらっと見れるように解説してますので、興味あったら見てください。でこの3和音で5は当然3和音を使って、くっつけていくので、このコードを使ってくっつけていきます。それでいくつか、特徴というかやり方があるんで、それまず解説します。でどんな感じでやるかっていうと、まずは C と F と G を使いましょうと。これはコードの役割の時に話したんですけど、 C と F と G はそれぞれの役割のリーダーであると。もう部署のリーダーみたいなもんなんでね。もうC はC はね、トニックっていう T っていう、 もう部署のリーダーなんですよ。もうこいつにも全部お願いしたら全部仕事やってくれるやつなんで、もうバッチシ。 T は始まりの音とか終わりの音みたいなね、そんな響きを持ってるやつなんで、バッチシやってくれるんで、こいつ任せてあげてください。 C こいつね、 C こいつ、 C こいつ、 T ですね。よく僕は赤色で示したりしますけどね。 F っていうのはさっき言ったんですけど、S サブドミナントっていう役割だから、サブドミナント部署ですよ。もう S 部署の F さんって言ったらもう超有名で、みんなあの人ね、あの S さんねって、そういう感じのめちゃくちゃ有名な人ですね。まあ要は音楽を前へ進めるような、そんなパワーを持ってる、そんな機能っていうか役割っていうのが S という役割ですね。こいつだから S で、S のその S の中のもうリーダーですよ。もう一番売り上げ上げるやつですよね、多分ね。 S は必ず売ってくるよね。もうあいつの願いしたらもう全部売ってくるよねみたいなね、もうそういうやつです。まあ多分ね、自分で買ってるのかもしれないですけどね。まあそんなのはどうでもいいとして。で、G っていうのが D っていう響きの役割を持つと。D っていう役割を持って、D はドミナントって言って、物語をフィナーレ、音楽をフィナーレに導くような、そんな音を持ってます。このフィナーレに導くってことはもう物語に終わるので、さっき言った終わりの和音 T に向かうように必ずなってると。で、そういうような、ものの響きのもうリーダー格がもう、この、G さん
ですね。だから音階で言うと T っていうのは1番目の音から始まってる和音だし、 F は4番目の音から始まってる和音だし、 G は5番目の和音から始まってる音ですね。5番目の和音から始まると分かりづらいですね。5番目の音からできてる和音、4番目の音からできてる和音、1番目の音からできてる和音ってことですね。でこいつら全員リーダー格で、それぞれの役割の中でもうこいつらに話振っとけばもう大体やってくれるよねっていう、もうねすごいすごいすごい、めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃすごい、もうなんかねリーダーって言ってるけどもバイトリーダーじゃないですよ、もうバイトリーダーレベルじゃないですよ、もう完全に社員ですよ、もう社員というかなんならもうファウンダーですよね、創業者ですよね、もう本当にあの音楽を作ってる創業者みたいなやつらなんで、それぐらいすごいパワーを持ってます、この C と F と G というか、その T と S と D のリーダー格っていうのはそれぐらいすごいやつらなんですよ。それでそいつらをまず使ってきます。でその次は最初の音にメロディーのその最初の音に和音をつけていきましょうと。この最初の音っていうのはあのメロディーがこうやってあったら、こうやってなんかあのバーで区切られてますよね、大体ね、バーで区切られてますよね、こうやって。であのこれはコードのタイミングの話でもしたんですけど、あのバーで区切られてる間が一つ の場所だと思っていただければよくて、この中の最初の音、これ部屋がこう分かれてて、その1番目の部屋、2番目の部屋、3番目の部屋、そして4番目の部屋までありますよと。でこの部屋の1個は家ですよと、そんな話をしたと思います。コードの、タイミングの話ですね、音の場所の話で、これも動画下に置いておきますんでぜひ見てみてください。それでその各家の、その最初の音、この最初の音、こういうのにまず和音をくっつける目安として、見ていきましょうということがまず一つ。そして次、音の場所、今話しましたけど音には場所がありますよねと。どこでも置いていいわけじゃなくて場所が決まってますと。それの1番と3番の部屋、1と3の部屋をまずは注意して見ていきましょうね。こいつらをまずは手がかりにして和音をくっつけていきましょうねって、この3つをまず最初に使う、これが一番基本的だと思います。これをやっていけば3和音でこう、和音をメロディーにくっつけることができるので、やって、で実際ちょっとこれやっていきましょう、実際やっていきたいと思います。まずはここにメロディーがあります。これはですね、多分っていうか絶対聞いたことあるチューリップですね。これはでチューリップなんですけど、メロディーが終わる方 のチューリップの音にしてますね。本当はタラララとかなってるんですけどね、いい曲ですよねこれね、本当にね、はい。でこれちょっとね、これに早速ちょっとまずはつけていこうかなと思います。この辺はですね、メロディーが複雑すぎたりするとなかなか最初は難しかったりするので、童謡とか唱歌でこういったメロディーにコードをつける方法を練習すると結構練習になるので結構おすすめだったりします。この辺はいや僕はもうできるよっていう人は全然難しいのやってもいいんですけど、まずはこの辺で練習するとよかったりします。でこれを早速つけていくんですけど、まずは C と F と G を使いますね。そしてこいつとこいつですね、 F で G ですね。でこれを使っていきます。この3つだけを今使っていきます。なのでそして最初の音に注目ってことは、ちょっとこれ赤で書きますね。最初のこの音に注目ですよね。まずはこの音に注目していきたいということですね。でそれぞれこの音に注目して音をつけていくのはどうやればいいか。でこれは最初の音、各最初の音が今から使うコードにあるかどうかで分けていけばいいんですよ。なので最初の音ってこれドですよね。ってことはドが含まれてる音というのは C か C か F しかないですよね。G には含まれてないですよね。含まれてないっていうことはここのメロディーには G の音が合わない可能性がとても高いということですね。そして音の場所の話でもしましたけど、ここは1番の場所になるので、音の場所はとっても大事な場所なんですよね。ここでメロディーがやっぱり合わないということは、コードと合わないってことはそこにその和音をくっつけても綺麗に響かない可能性が高いということですね。ということでこれをまず見ていくと、候補としては C と F、 C と F がここ候補として上がりますね。 C と F、
で、これ結論から言うとどっちでもいいんです。好きな方をつけてもらえれば構いません。どっちでもいいんですけど、音楽が一応この辺で、例えばメロディーがってなってますけど、これ最初の方ってこういう風にちょっとその間一瞬空白が空くんですよね。これその後半部分なんですけど、蝶々の。なので割と切れ目がいいところだったりするので、ちょっと始まりっていうわけではないんですけど、始まり敵であるっていうことで、まあ C を選択してもいいのかなと、そういう考え方で結構良かったりします。こういうところは一応メロディーの切れ目のところだったりしますからね。切れ目でまた始まってたりするんで、これそういうようなところだったりするので、そういう風に弾いていっても全然いいのかなという感じで、そういう風に選んでいったら、もちろん F でもいいんですけどね。今回はちょっと C を選んでみましょうか。で、次はこれまだドが来てますね。まだドが来てるんで、ここを同じのを2回繰り返してもいいんですけど、もともとせっかくだったら違うのをつけてみましょう。ここ F つけてみましょうね。ここで、これちょっと消しますね。で、その次で、これ最後ソになってるので、ソってなると C と G、 これあらららららら、 C と G が使えますね。 C と G どっちでもいいですね。これもどちらでもいいと思います。ちょっとどっちにしようかなと。じゃあちょっと今回はC にしてみましょうか。これどっちでもいいと思います。好きな感じで、まず最初の音と比べて、これ好みなので。その次これですね。ここレになってるので、これは G しかないですね。で、 G を弾いていきます。ということで、これをちょっと弾いてみたいと思います。どんな響きがするか、いきますよ。いい感じですね。まあいい感じですね。いい感じですね。なんか最後だけちょっと合わないですね。なんかメロディーでは終わった感じがするのに、和音左手のつけた5をしたところは5になってないですね。なんかいけてないですね。なんかメロディーだけ終わってて、和音がなんか終わってないですね。っていうことは、ちょっと最初のここの始まりはいいんですけど、これがちょっとしっくりこない。しっくりこないですね。っていうことは、ここの和音は一つだけじゃちょっと足りない可能性があるところですね。で、こういうふうに一つだけじゃちょっと足りないなって思うような可能性って、専門知識とか特にいらなくて、音楽が全然知らない人でもパッと聞いた時に、あれ、そこなんか変じゃないかなっていうふうな思うような場所、これぐらいの判断基準でいいです。そういうところを直していくという感じですね。で、これがある程度大体目安がついていて、それが音の場所なんですよ。で、音の場所って1番が大事、1と3に注意していきましょうねって話をしてたんですけど、まず1番はとても大事なんですよ。なんで、だってメロディーが一番初めに始まるし、和音もそこを最初に弾くから。で、3番なんですよ。3番も大事なんですよ。なので3番もちょっと見ていこうねってことをします。こうやって、で、こういう風に見ていくと、さっきのところは結構変だったなって感じがするので、ここには別のコードつけてあげた方がいいよねって感じがしますね。3番の一番最後、ここですね。なので、ここにはコードをつけてあげます。で、さっきなんか終わる感じがしたなって感じがするので、ここには終わりの和音つけてあげた方がいいかなっていう感じがしますね。これもメロディーもちょうど終わって、また切れ目になってますよね。なので切れ目になってるので、それでメロディーもそのちょうど終わりの和を選択できるので、こういうのはもう積極的に選択していって、ここに3のところにきっちりコードを置いてあげるということをします。じゃあ他のところも見ていきましょうか。そうするとですね、ここね、最初のちょっとここ見ていきましょうね。3番目のところよく見たら、コードの C の音と同じですね。そしたら別に無理して変える必要もないというか、別にもう一回これ弾けばいいだけですよね。なので、ここ別にこのままでも1個でもいいかっていうことが分かります。次のところ行ってみましょう。ここですね。これちょっと別の音入ってますね。でも別の音入ってるけど、そこまで変な感じには聞こえないですね。変な感じにはそこまで聞こえない。ここまで変な感じには聞こえないから、別にこれはこのままでもいいという感じでいきます。そして次、
これもそこまで変な感じはしないですね。あの絶対ダメっていう感じはしないですね。っていうことを考えると、まあ、3番のところだけ少し引っかかったかなっていう感じですね。という感じでこういうふうにコードをつけていくと、全部つけていくと、という感じになりますね。で、あの今こういうふうにコードをつけたんですけど、自分でコードをつけるアレンジをするっていうことは自由度は多少高いので自由にできるんですけど、あの元々のコードの付け方で言うと、元々のコードの付け方はオリジナルはおそらくこうなってますね。楽譜上で書かれてたりするのはここは同じですね。なのでここがちょっと違ってたりしますね。ここの使い方がちょっと違ってたりします。それでコードとメロディーをものすごくぴったりくっつけようとするようなことが結構あったりするんですよ。今ここの音ってよく見たらF を使ってるんですけど、この3番目の音って F には張ってないですよね。だからすごい変な感じはするわけじゃないんだけれども、耳がちょっと気になる人もいるかもしれない。そういう時はより厳格にコードとマッチするような音を選んでいく、そういうことをできたりします。それが最初の音だけではできないので、3つ目の音を使って選択していったりします。なので3つ目じゃない、3番目の場所の音を使って選択していったりします。っていうことは、最初の音だけだったら F でも C でもよかったけれども、ここに3番目のところも結構音の場所として重要なので、この3番目のところはミだから、だったら F じゃなくて C の方がいいんじゃないかっていう風に捉えても全然いいですね。そうするとよりフィットした感じになります。という感じでよりフィットした感じになりますね。この辺は自由度は多少はあったりするので、別に F でも必ずしも間違いっていうわけではないので、これは正解か間違いかってところはなくて、すごい耳で聞いて、一般の人が聞いて、それあそこ変じゃないっていう感じにならなかったりしたら、これはさすがに変だな、あれみたいな、なんか道で聞いて あれ今間違ったかなみたいな感じにならなかったら基本的にはいい。この判断基準は結構大事なので、それぐらいのもので聞き分けていけばいいかなとまずは思います。今の段階ではそれで大丈夫かなという感じだと思います。なので F にしても C にしてもどちらでも本当はいいですけど、より厳格に、より細かく、より元のメロディにフィットしてやりたかったら、今みたいに1番と3番の音を元のコードにピシッと合わせていくっていうことをすると、より厳格にもなるし、そこを多少ルールを緩和してあげると別のコードも使える。別のコードも使った結果、こっちの方がちょっと F を使った方がちょっとかっこよさが出たりするかもしれないですね。人の好みにもよりますけど、あちょっと変わってる、でも結構いい感じと思う人もいるかもしれないっていう感じで、こういうルールっていうのはやっぱ強くしていけばしていくほど、やっぱりこう厳格になって、厳格な感じで音楽が作られていくと。でルールを弱めれば弱めるほどシンプルになったり、逆に抽象的になりすぎたりすると。だけどこの2つのバランスをうまく取ってあげることによって、おしゃれなアレンジだったりかっこいい曲っていうのができたりするので、こういうふうに全部厳格に仕上げるっていうことをしたいときはそれをする。だけどもしおしゃれやかっこいいっていうことをしたかったら、ルールの強さを少し弱めることをしてあげたりするとおしゃれになってきます。この場合で言うと F っていう1を入れてあげた方が少しおしゃれな感じがすると思います。今言ったルールの範囲の中では、こういうルールの強さ弱さというのをバランスを取ってあげることを、7対3とか6対4でバランスを取るとおしゃれかっこいいというものが出来上がるので、ぜひ3和音で5をする時の参考にしてみて
ください。そしてこの3和音で5を使って、コード増量法なんか増量技なんかを使ってコードを増やしていったりとか、あるいは入れ替えで5っていう技を使ってさらに別のコードを使ってアレンジの幅を広げていくっていうことができたりするので、ぜひ興味ある方合わせてそっちの動画も見ていってくださいませ。そうするとアレンジ、ジャズアレンジなんかもいろいろ幅が広がっていきますんで、ぜひ見てみてくださいませ。そして素敵なジャズライフを送ってくださいませ。ということで、ジャズっていきましょう。バイバイ。